そうですね、まあ、大事な一戦というのはまあみんな分かってましたし、絶対取りに行く気持ちで臨んでましたし、まあ、負けてしまったのですごい悔しいんですけど、まあ、逆にもうあと6個もう全部勝つしか自分たちに道がないということで、逆にまたスイッチを入れ直してあと6個全部取れるようにまたすぐ明日から準備していきたいと思います。まあ、先制点は今季初ゴールというふうにお聞きしたんですが、いかがだったでしょうか。そうです、まあ、いつもあまりああいうところで貢献できてなかったので、まあ、イボルが関さんから上がってきて、まあ、もっと自分はそこに合わせるだけって感じだったので、まあ、勝ちにつながらなかったのが、まあ、非常に残念というか、まあ、残念ですね。後半まだまだ、試合があります。向けて一言。そうですね、まあ、さっきも言ったようにもう一個も落とせないですし、でも一個一個全部取っていけば確実に昇格できると思っているので、まずは次のアウェーの試合、みんなでまとまって取れるようにまず次の1個取りに行きたいと思います。 です。